剪定だの焼き場の灰を取ったら、こちらの壺にですね、とりあえず入れておいて熱を冷ますんですね。ちょっと時間が経たないと熱くて扱えませんから、とりあえずここに入れて熱が逃げてから肥料袋に入れたりしています。夜に久しぶりに雨が降ったので、灰を取った後濡れていますが、まあ、水が溜まっていなければですね、今日も家内がまた極楽趣味の焚き火をすると思うんですが、もし大雨になってここに水が溜まっているようだと、ちょっと焚き火は無理ですね。夜の雨で少し畑が湿りました。昨日の前の日、一昨日で、だいたいここナムワ畑にする畑の草刈りはだいたい終わったんですね。まあ、竹を伐採していたノコギリが切れなくなったので、釜代わりにこのギザギザのついたノコギリで全部手刈りしました。機械は使わないでやりました。で、ここが終わりましたので、今度は梅畑とバナナ畑半々ずつのところの草刈りをしようと思っていますね。刈った草はバナナの両側にマルチングしておきましたが、さらにもっと寒くなってきたらですね、あちらの山から腐葉土とか落ち葉を拾ってきて、さらにマルチングするつもりではいますけれどもね。まあ寒い時の仕事ですね。昨日まで気温が低かったんですが、数日間気温が低かったんですが、今日からまたちょっと最高気温18度から20度ぐらい、最低気温も10度ぐらいの11月としてはまあまあの暖かい日和が数日間これから続くだろうと思いますね。まあ、晴れれば青い空と白い雲が気持ちよく感じられますが、風はやはりちょっと冷たい感じがありますね。まあ、これでお日様が出ていないと、ちょっとした風でもですね、冷たく感じるようになってきます。さて、今日からはこちら、まあこれは六角バナナ、これはこの畑の南側の垣根ですが、これから末高泡立ちそう
などの背ごわい草をこのノコギリで刈り取ってマルチングしていこうと思いますね。またしばらくここで草刈りが続くと思いますけどね。